べます。出口から出てきた。次。8月のパン屋さん、イエーイ、2軒行きました。那覇市と西原町。コロナでだいぶ予定がずれてるけど、しょうがないって、緊急事態宣言中だからさ。今日の私のテーマはクロワッサン。水を一切使っていないミルクパン。音がすごいね。パン、水とかわかるのかな。ね、普通のクロワッサン。うん、これ温める。これも温めようかな、うん、練乳が入ったクロワッサン。なんで硬いと思う。表面クランチ、オムズ、ずっしり。うん、練乳うまい。この上のクランチ食べてみて。硬、うん、かった。美味しいけど大きな感動はないよ。うん、美味しいのに。美味しいよ。でもあの気がいかん。練乳だね。かき氷の練乳。練乳のところから食べて。うん、うん、練乳甘ったるい、うん、まるであなたのよう。んお腹空いてないのかな。感動がないんで。美味しいよ、うん、美味しいけど感動がない。分かった。コーヒーオレオが美味しすぎたって多分。レンチンしたあん、復活戦。復活戦。クロワッサン、ミルクパン。うん、うん、うん、このクロワッサンは温めて正解。すごいぜ。周りパリ、中ふわ。変わった。感動が出てきた今。でもミルクだけか水も入ってるかと聞かれたらわからないよ。うん、マーガリンつける。うん。音すごいね。うん、気持ちいい。手で塗る人がいる。沖縄のマーガリン。うん、沖縄なの。原産国アメリカ合衆国。温めた方がいい。温めて正解。うん、さっきのこのクリームとかみたいなのさ、うん、溶けるっしょ温めたら。でもクロワッサンはサクサクがいいよね、うん、どうすればいいの。買ったらすぐ食べる。うん、置いた。うん、何これ。もうクロワッサンにはこれ以上いらないんで。うん、何か隠れてる人がいるって。おじさん顔違いないって。食べに来た人がいる。私はプリンを楽しみにしていたんです。ちゃんとさ中をお見せするんです。クリーム。いただきます。いただきます。いただきます。チョコの塊がすごいってよ。うん。これが一番楽しみだったんです。うん。後に取っといておけ。ラスボス。カスタードね。カスタードプリンだった？名前？プリンって言葉しか覚えてないって、うん、
美味しい？硬いの？そのチョコ。前のチョコは硬いよ。うん。で中にさ、チョコレートのクリームが棒のチョコと板チョコとクリームと板チョコとクリームで交互に重なってる。わかんない。カスタードクリームみたい。冷たいのもあります。の黒いの中で。焦がしキャラメル。うん。バーナーかなんかでやったんじゃない？カスタード。だよね。1ミリも来なかったんだけど、うん、チョコレート焼けチョコみたいなチョコだったらもっと好きかもしれない。3つ食べました。チャーリーが一番好きだったのは何でしょうか。迷ったんですけど1位は練乳のクロワッサン。いいね。いろんなクロワッサンがあってさ、うん、楽しめそう。あっちはクロワッサン屋さん専門店だったね、うん、北海道の土日限定のさクロワッサンもなんか気になったしさ、カフェなんとかなんか買ってるやつもあってさ、いろんなのがあった。全部食べてみたい。うんうん、クロワッサンは美味しいよね基本。うんうん、あんちゃんの一番は、うーん、としてはさ、クロワッサンのクイーニーだけどさ、うん、今日絶対美味しいってわかるさ。なんか感動が驚きがなかったから、うん、ミルクパンなんです。焼いたからかな。意外だよね。じゃあ今度から美味しいってお体そらも食べる。驚きが欲しい。もう見た目絶対これ美味しくないだろうと食べる。そういうことでもないよ。意外と甘かったみたいな。それリスキーだね。うん、美味しさはこっちが美味しいけど、うん、あれは驚きがあった。温めたから、うん、温めてなかったら選ばれなかったかもしれない、うん、温めたら相当ふわふわになる。周りがカリで中がふわ。温めてなんかトースターか。クイーニーは米田コーヒーに続きまた行かないといけないかもしれない。いろいろ食べてみないといけない。今日で南部終わったかなと思ったら与那原町まで行ってませんでした。次日中部かな北部かな。12月に10件ぐらい行くかもしれない。パン太りする、うん、パンでデブになる。今日はクロワッサンの日だった、うん、3つともクロワッサン。珍しいんじゃない、うん、まあ、ただ2軒目行ったところがねパンがもう大体売り切れてたから選べるのが限られて。日曜日はパンはさんは休みが多いことに気がついた、うん、おじさんは可愛いものがお好き。うん、世の中のおじさんもっとアピールしていいと思ってる。明日から沖縄はお盆です。やるのかね、みんなお盆。なんかやる、家の人たちはやるんだ、うん、親戚が集まるのとかは気にしてる。オンラインお盆、エイサーがない寂しいお盆、うん、8月号は西原町と那覇市でした。はい、そろそろ中部と北部攻めよう。うんうん、間に合わないってよ。あんましょうがないけど、うん、コロナ何しで終わるかな。攻めていくって、うん、はい、じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。